第二代、グレー伯爵チャールズ・グレーは、イギリスの政治家、貴族。ホイッグ党フォックス派の議員として、同格を表し、1806年のフォックスの死後に、ホイッグ党の指導者となった。長きにわたって、野党だったホイッグ党が1830年に、政権獲得した際に首相に就任した。第一次選挙法改正をはじめとする多くの、 自由主義的政治改革を成し遂げたが、政権内部の亀裂で1834年に辞職し、メルバーン支社区に、首相、ホイッグトー,トーク首の座を譲った。父が助釈された1806年から自身が釈位を継承する1807年まで、ホーウィッグ支社区の儀礼称号を使用した。1764年3月13日に、陸軍将校。 チャールズ・グレーの息子として、ノーサンバーランド・ファラドンに生まれる。母は、エリザベス・グレー。グレー家は、ノーサンバーランドの名家として知られる家柄であった。イートン・カレッジを経て、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジで学ぶ。大学を出た後、ミドルテンプルで学ぶ。1784年から1785年に、かけて、王帝、カンバーランド・コーヘンリー・フレデリックの自従となる。 1784年から1786年にかけてはヨーロッパ大陸を旅行する。1794年に描かれたグレーの肖像画。1786年にノーザンバーランド選挙区からホイッグ党候補として立候補し、庶民委員議員に当選した。ホイッグ党内では改革派のチャールズ・ジェームズ・フォックスの派閥に属した。 グレーはフォックス派の中でも特に将来有望な若手議員であり、早いうちに同派の指導的地位に上り詰めた。フランス革命の影響でイギリスでも民衆の改革要求が高まり、イギリス支配階級はその対応をめぐって分裂した。ホイッグ党内でもこれを弾圧すべきとするエドマンドバーク派とある程度妥協すべきとするフォックス派に分裂した。 グレーは1792年4月に他のフォックス派議員27人と共に国民の共協会を結成した。同組織は目的として選挙の自由と議会における国民のより平等な代表の復活、国民の選挙権のより頻繁な行使を掲げていた。こうした改革を行うことによって国民が共和性革命を起こさないようにすることを狙いとしていた。 彼らは、ホイッグ島内に残っていた、貴族主義の空気に対抗したが、そのために、ポートランド公尺派からは、打滑のごとく、嫌われた。国民の友協会の宣言が過激になってくると、グレー自身も困惑することがあったという。結局、国民の友協会は、政府の弾圧を受けて、創設から2年後には解散となった。しかし、 グレーの議会改革を目指す運動は衰えず、1793年と1795年の二度に、渡って、議会改革動議を提出している。ホイッグ党は1780年代から長い、野党生活を送っていたが、1806年から1807年に、かけて、ホイッグ党とトーリー党の大連立政権が、短期間だが成立した。 この内閣においてグレーははじめ海軍大臣、ついで1806年9月に死去した、フォックスの公認として外務大臣に就任した。外務大臣として奴隷貿易廃止を実現した。またカトリック解放を訴えたが、カトリック解放に強く反対する国王上ジ三世との圧力が強まり、内閣は1807年3月にも総辞職に追い込まれた。 1807年11月には、父が死去し、第2代、グレー伯爵の爵位を継承し、貴族院議員に列した。1820年頃に描かれた、グレー伯爵の肖像画18世紀の党派は、党首個人の人脈の集まりという要素が強かったので、党首が死ぬと解散してしまう傾向があったが、イデオロギー的、精神的結合を確立していた、フォックス派は、 フォックスの死後も消滅せず、グレーを中心にして結束を維持した。グレンビル男爵内閣の後を受けた、トーリー党政権ポートランド公爵内閣はすぐにも解散総選挙に踏み切った。この総選挙で、トーリー、ホイッグの政党名が復活し、国王が体験で、グレンビル男爵内閣を更迭したことを支持する者を、トーリー、支持しない者をホイッグと呼ぶようになった。 選挙結果は、トーリー党政権の勝利に終わり、これにより、トーリー長期政権の基盤ができた。また、グレー伯爵とホイッグ党は、国王ジョージ四世から嫌われていたため、彼の治世中には組閣の対面を受けられる見込みが、なかった。結局、グレー伯爵率いるホイッグ党は、1830年までの、長期にわたって野党に甘んじることになった。 このような不遇のためこの時期のグレー伯爵はロンドンでの議会活動よりノーサンバーランドでの田園生活を好んでいた。しかしトーリー党政府によるシアニージ立法の強化と弾圧にもかかわらず改革を求める大衆運動は衰えなかったし議会内でもそれを反映して改革を求める機運が少しずつ高まっていった。そのためグレー伯爵は 長い野党時代の間に、自身の保育党最高指導者としての地位を固めると、共に党勢を伸長させていくことができた。1828年1月に成立した、ウェリントン公爵内閣は、カトリック解放問題や、選挙法改正問題をめぐって、内部分裂を起こし、カニング派や、ウルトラトーリーの政権離反を招いた。一方、グレー白爵は、カトリック解放、 選挙法改正の実現を目標を掲げることで、ホイッグ党内の各派閥を一致団結させることに成功した。1830年6月には、ホイッグ嫌いのジョージ4世が崩御し、グレー伯爵の友人だったウィリアム4世が国王に即位した。当時の慣例であった国王即位に伴う解散総選挙は、トーリー党ー政権が多数を得たものの、 グレー伯爵はカニング派やウルトラトーリーなど他の野党勢力との連携を深めていき1830年11月にも王室費に関する政府法案に反対する同義を233対204の僅差で可決させた。これによりウェリントン公爵内閣は総辞職に追い込まれた。入滑するアポンタインに立つグレーモニュメントの グレー伯爵像国王ウィリアム4世より組閣の対名を受け、1830年11月22日にグレー伯爵内閣が組閣された。同内閣は、ホイッグ党、カニング派、ウルトラ、トーリーの連立政権であった。閣僚のメンツは、全体的には、貴族主義的だったが、ダーラム伯爵や、ジョン・ラッセル教羅改革派も閣僚に登用されていた。 第一次選挙法改正内閣の最初の課題は、選挙法改正であった。どの程度の改革を行うかについて、政権内部でも意見対立があったが、グレー伯爵の人望のおかげで、ホイッグ等は分裂することなく、第一次選挙法改正法案をまとめ上げ、1831年3月に、議会に提出することができた。同法案は、都市選挙区の選挙権について、 年価値10ポンド以上の家屋を占有する青年男性県選挙区の選挙権については年価値10ポンド以上の自由土地を所有する青年男性に選挙権を認めることで有権者を現状より予測45万人増加させるとともに2000人以下の人口の都市の選挙権を剥奪することで腐敗選挙区を抑止することを内容としていたしかし 同法案への議会の反発は強く、庶民院第一読解はわずか一票差での可決となり、しかもイザックガスコイン議員提出のアイルランドスコットランド選出議員を増加させることに反対する修正動議も可決されたため、グレー伯爵は1831年4月23日にも庶民院を解散した。総選挙の結果、グレー伯爵率いるホイッグ党が大勝し、 選挙法改正反対派のトーリー党は大きく議席を減らした。この勝利により1831年6月に再び庶民に提出された選挙法改正法案は第3読会まで難なく通過したが、トーリー党は貴族院で抵抗を続け、9月にも貴族院第1読会における第2読会へ移すかの投票において否決した。しかし、 グレー伯爵は断念せず、同年12月にも3度目の法案提出を行い、1832年3月までに、庶民員を通過させた。法案は再び貴族院に移されたが、この時も貴族院は否決の構えを見せていたため、グレー伯爵は新貴族喪失以外に打開方法が、ない旨を国王に上奏した。国王は、当初新貴族喪失に反対したが、 結局説得によれて、第二読解通過のために必要な限りにおいて、新貴族喪失を許可する内諾を与えた。これにより、通り伊藤が譲歩して、法案は、貴族院、第二読解に進んだが、5月17日の第二読解委員会において、通り伊藤が、選出権に関する討議を求める討議を可決させた。ことで、討議の主導権が、通り伊藤に奪われた。 グレー伯爵はこれに対抗して国王に50人の新貴族喪失を求めたが、この時には国王は拒否した。これを受けてグレー伯爵内閣は5月9日に総辞職の手続きを行った。国王はトーリーのウェリントン公爵を公認の首相に臨んだが、これには国民の憤慨が激しく不可能だった。結局国王は5月15日にも グレー白爵を招集して引き続き政権を担うよう要請せざるを得なかった。グレー白爵は選挙法改正法案の通過の保障を国王から得られない限り廃止する構えだったため国王は最終手段として新貴族を喪失することを認めた。とはいえ実際に新貴族喪失を行うことを嫌がった国王は通り伊藤に譲歩するよう説得にあたり ついに貴族院通りー,ー党は抵抗を諦め、1832年6月4日に至って法案は可決成立した。貴族院通貨をめぐる激しい闘争の中で細かい部分が若干修正されたものの、基本的に大きな修正なく、第一次選挙法改正は達成された。 旧品法改正1834年の旧品法改正批判のイラストイギリスには16世紀以来旧品法という法律があり教区ごとに旧品税を取って貧困層保護を行っていたが18世紀末頃から貧困層保護の方法について旧品飲酒用から直接現金支給へ移行する教区が増えていったしかし因外救済は旧品税が高くつくため 多額納税者である中産階級から強い反発が起こっていた。また政治家の間でも、院外救済は労働者の労働意欲を削ぐという考え方が広まっていた。そこで、グレー白爵内閣は1832年にも、給品法事情調査の法律委員会を創設した。 同法律委員会は1834年2月にも、院外救済は労働者を堕落させ、労働意欲を削いでいる。労働能力者への院外救済は全廃されるべき、給品政策は、給品院収容によってのみ行われるべき、給品院に収容される者の生活水準は、収容されていない者の生活水準を下回らねば、ならないとする報告書をまとめた。 この調査結果に基づいて、グレー白爵は、同年のうちに、旧品法改正を行い、院外救済を廃止し、今後の給品政策は、旧品人のみとした。これにより労働者は、牢獄のような旧品に入りたくなければ、低賃金でも労働しなければならない状況に追い込まれた。自由主義ブルジョアの要求は満たされたが、労働者層からは、激しい反発が巻き起こった。 とりわけ、劣等処遇の原則は強く批判され、この不満は十時間労働の法制化を求める、運動も加わって、後に、チャーティズムとして爆発することになる。都市自治体改革イギリスの都市自治体は、多くが、チューダーサー、スチュアート長期に、直居場によって成立したものであるが、これらの都市自治体の住民は自由民と非自由民に、分かれていた。 市政の中心である、三次会をはじめとする、都市自治体の役職に就くことができるのは全住民の一割にも、満たない、自由民のみであった。自由民は、旧家のジェントルマンや商人であり、通りー党支持者であることが多く、対する新興ブルジョアや被告教徒など、ホイッグ支持層は、非自由民であることが多かった。そこで、グレー伯爵内閣は、 トーリーの支持基盤を切り崩す意味でも、都市自治体改革を目指した。1833年にこの問題についての、王立委員会を設置して、調査を行わせ、その調査結果に基づいて、法案を作成した。同法案が可決に至ったのは、グレー伯爵退任後の1835年で、あったが、これによって、次のような改革が実現した。 まず178の都市自治体が廃止されて新たな都市自治体に改組された。有力自由民の五選による三次会に代わる市政中心機関として公選制の司会が設置された。市議会議員選挙権はその都市に家屋を占有し3年間給品税を払っている成人男性とされた。市長選出は市議会議員の選挙によるとした。この法律は 都市自治体の姿勢が、閉鎖的、過藤的体制から、大義制の開かれた体制へと移行していく、第一歩となった。もっともトーリーの反発への配慮もあって、過藤性の残滓は、ある程度残さざるを得なかった。例えば、市会議員になるためには、1000ポンド以上の動産、もしくは、不動産所有者であることと、給品税30ポンド以上の納税者であることを、要したし、 治安判事の任命権は、市長ではなく、国王に温存された。自由民の既得権も守られたし、参事会も完全廃止されず、参事会が、司会の4分の1を構成し続けた。また、ロンドン市はこの法律の対象外であった。外交外交面では、パーマストン施策を外相として、自由主義外交を展開した。とりわけ大きな出来事は、 ベルギー独立革命であった。7月王政下のフランスとそれに敵対する、新政同盟三国をうまく調停し、ベルギー独立を実現させつつ、ベルギーがフランス支配下に落ちることも回避し、さらに亡きシャーロット王女の夫だったレオポルドをベルギー王に擁立した。その他の政策1833年には、庶民に任内総務、オルソープ司者の主導で、 工場法を制定し、自動労働の労働時間制限を設けた。また、法案の実行力を確保するために監察官も設けた。社会政策への最初の一歩となる法律と評価される。イギリス本国の奴隷貿易は19世紀初頭に、すでに禁止されていたが、それに続く改革として1833年に、奴隷制廃止法案を制定して、 大英帝国全体において奴隷貿易を禁止した。奴隷所有者への賠償のために、イギリス本国政府は2000万ポンドを拠出している。辞職グレー伯爵内閣は多くの改革を行ったが、それによって政権内部の意見不一致も徐々に深まった。この閣内不一致が紛失したのが、1834年5月に改革破格量の陸軍支払い長官。 ジョン・ラッセル卿が閣議で提案した、アイルランド国教会の収入を民間に転用する、政策だった。陸軍、植民地大臣、スタンリー卿海軍大臣の第2代順番尺サージェムズ・グラハム、王子少書の初代日本伯爵フレデリック・ロビンソン、優勢長官の第5代リッチモンド公爵チャールズ・ゴードン・レノックスら、ホイッグー派の4閣僚がこれに強く反発し、 揃って辞職してしまった。さらに彼らは80名ほどのホイグー派を引き連れて、分島し、野党勢力ダービー派を形成した。これによって、求心力が大きく低下した、グレー白爵は、人心一心のため、正界の第一線を引退することとした。1834年7月9日に、 国王はウィリアム4世のもとに散大し、辞表を提出した。公認の首相として、内務大臣メルバーン死爵を推挙した。国王は、その助言に従って、メルバーン死爵に、祖格の対名に与えた。晩年のグレー伯爵の写真正解引退後は再び、ノーサンバーランドで、電園生活を送ることが多くなった。1834年11月14日。 ラッセルラ・ホイッグ・サハを閣僚に入れる人事案をめぐって新首相メルバーニ師尺と対立を深めていた国王は内閣更迭に踏み切り短期間の保守党政権を誕生させたが1835年4月9日にも保守党政権はアイルランド協会税法案の採決に敗れて倒閣された国王は更迭したばかりのメルバーニ師尺の再投与をためらい 4月9日に信頼するグレイ伯爵をセントジェームズ宮殿へ招集しホイッグ右派と保守党による連立政権を阻閣することを要請した。グレイ伯爵もラッセルら党内左派の増長を警戒する立場だったが自分がすでに71歳であることまた引退を宣言していたことから対面を廃止した。メルバーン死爵やパーマストン死爵。 ホランド男爵、ランズラウン公爵ら党内重鎮からも首相再登板ない市外相としての入閣を求められたが、彼はそうした要請を全て断っている。4月11日にグレー白爵は国王にメルバーン死爵を公認の首相とすべき旨を上奏した。また翌12日にはメルバーン死爵に対し自分はいかなる役職にもつけない旨の書簡を送った。 結局国王はグレー伯爵の推挙通りメルバーン死者に疎閣の対名を下した。1837年に即位したビクトリア女王からも正界の長老として厚い信頼を寄せられたが彼女にとっては現役首相メルバーン死者が最も信頼できる相談役であったので彼女の下ではグレー伯爵が相談に預かることは少なかった。 1845年7月17日にホウィックハウスにおいて81歳で死去した。爵位は長男のヘンリー・グレイに受け継がれた。彼の名にちなむ紅茶アール・グレイ本質的には保守的傾向を持っている政治家だったが、フランス革命後の議会政治は区外の民衆運動の公揚を警戒し、その運動を沈静化させるため、またトーリー島への対抗から、 改革の戦闘に立たざるを得ない立場にあった。1831年5月には、第一次選挙法改正に慎重だった国王ウィリアム4世に、対して時代の精神が勝利を示しつつあります。それに対抗することは確実な破滅しか待っていません。陛下が交代しようと考えられても、どこにも支えてくれるものを発見できないでしょう。 あの広大な大帝国ロシアでさえも一握りのボートに対抗できなかったのですと上層して説得に当たっている。1792年、社交界の花形で、ホイッグ党の有力支持者であった第五代デボンシャー、公爵ウィリアム・キャベン・ディッシュの妻、ジョージアナの愛人となった。紅茶好きとしても知られ、アール・グレイは彼にちなんでつけられた名前であると言われている。 1807年11月14日の父、チャールズ・グレーの死去により、以下の借位を継承した1808年3月30日に、オジ・ヘンリー・グレーの死去により、以下の順段借位を継承した。1792年に、デボンシャー公爵夫人ジョージアナとの間に、イライザ・コートネーという娘を設けた。イライザは、両親の娘として育てられた。1794年に、 初代ポンソンビー男爵、ウィリアム・ポンソンビーの一人娘メアリーと結婚し、十何六女を設けた。ありがとうございます。